失礼いたしました。ちょっと、さっきの、ポッド漫才の部分が上手に立てていないんですけど、まあ、特に大したことはなく、なんだっけ、情報を共有しましょうみたいな、打てる感じでしたね。三国。何？見渡す限り広がる奇妙な記憶領域、まるで迷路のようだった。こんなシステム見たことがない。可能性があるとすれば機械生命体の生み出したもの、しかも相互接続の巨大なネットワークだ。僕はどうしてこんなところに。僕は 9S だが、それ以外のことが思い出せない。かなりの領域が破壊されているのだろうか。記憶と自我を失う恐怖に駆られ、しばらく立ちすくむ。落ち着け落ち着け落ち着け。緊急時マニュアルに従い、記憶の回復プロセスを走らせる。記憶の至るところに回復プロセスが穴埋め開始する。かじれた文字が徐々に埋まるように少しずつ記憶が蘇る。バンカー、トゥービートの作戦、巨大な機械生命体、捨て身のミサイル攻撃。爆発の瞬間に起動した保全モードはネットワーク防護プロセスのほとんど停止されていた。ほう。つまり今、9S 君はセーフモード。そういうことだよね。あーはーん。9S は、機械生命体のネットワークと不幸、幸か不幸か、うまく接続してしまったんですね。ってことは、システム的には、機械生命体とアンドロイドは接続可能であるっていうことですよね。同じ規格じゃないと接続できないですよね。意図的にそう作られてないと無理な気がするんですけど、どうなんでしょう。わかんないです。素人考えなんで 次行きましょう。順番に見ていく方がいいんですよね。なんか多分そうしてほしいっぽいんで、じゃあ行きます。長い時間かかったが、記憶機能のほとんどは回復プログラムによって修復された。ボディエントの通信。ああ。しかし、周囲のメモリ空間を調べ始める。どうもこの辺り、機械生命体が収集して様々な情報があるようだ。雑多に見えるそれぞれのデータを含めてかなり関連する情報で埋まってるらしい。過去の人類の歴史や哲学など様々なサンプルが羅列されている。ただ一定の規模のその隣に複数の機械生命体の記憶が保存されていることだった。政治家手がいるの。絶対王政を試した機械生命体や共和制を試した機械生命体、さらには民主主義を試したものの記録が残っていた。政治のみならず哲学、評論、数学から科学まで、ありとあらゆる学問や行為を模倣しているようだった。これはまるで、いや、もろアンドロイドと一緒やん。アンドロイドだって模倣じゃん。てか、そうなんだ。機械生命体は、すごく、人類の真似をしようとしてる。迷路じゃん。まあ、順番に。てか、機械生命体はそういうなんかこう、何か規律に従って動いてるのではなくて、それぞれのこう、まあ、ある種、その興味というか、いうような、プログラムによって、独立的に行動されることを許されてるんですね。なんかすごく、なんか、統制の取れたプログラムというよりは何か、まあ、それこそ、まあ、生命体というか、一個一個は個に近いんですね。じゃあなんだ？面白いですね。記録をさらに調べる。機械生命体は人類に声を模倣するだけで新たな文化や価値観を生み出しているのではない。ただ不思議なことに同じ答えが何度も何度も同じ失敗をしているのだ。例えば、独占政治試みの機械生命体は失敗した後も何度も試みている。他には脳で失敗したものを同じ失敗を延々と繰り返した記憶が残っている。学習することもなく愚直に同じ声をしているのだ。機械生命体の戦争行為における適応力と進化の速度が圧倒的だ。なぜ人類の模倣を繰り返しているのだろうか。しかも何度も何度も同じ過ちを。それは人類が何度も何度も同じ過ちを繰り返してるから、それも模倣してるんじゃないの？失敗すること自体が。なぜか、何かデータが動く気配がして、感知であれば息を潜める。お。だから音が聞こえる。お前たち、そこに明らかな意識が感じられた。なんか来た。どっち行きゃいいんだろう、これ。
今のは一体、あ、こっち、機械性みたいな言葉？発砲しないでおきます。ちょっと指離しておきます。なんか出たら、なんか出ても指すぐ置くことはできるんで。人は過ちを繰り返すってやつですね。お前たちアンドロイドに告げる。はい。言葉の輪郭が明瞭なら、それは聞き覚えのある声だと。あいつだろ、アダム。人の形出した機械生命体。私たち機械生命体は流れに当たる戦争と学習進化によって新たな意識を獲得するに至った。そう、それはまるで新たな生命が誕生するかのように。嘘だ、機械ごときが生命を名乗るなと。アダムは笑っている。確かにお前たちアンドロイドは生命と呼べないな。自らの意思で生きていない。操る人形だからな。違う。あ、でも、自らの意思で脱走したりしたような。何が違うんでしょうね。まるで耳元にささやくかのように言葉が流れ込んでくる。僕たちは、そうだ、少年、お前にも意思が、欲求があるんだろう。そうだ、憎悪こそが生きる意味なんだよ。違う、お前の心の奥底にも汚い憎悪が眠っているんだ。違う、隠せば隠そう、その淀んだ闇が育っていくんだ。違う。憎悪ね、クソ。私たちは人類を守るために作られたんだ。貴様たち機械生命体とは違う。お、ゴールっぽいですね。すべての生命は欲求にとらわれている。その内的欲求こそが生きる意味なのだ。あるものは美しさを求め、あるものは安らぎを求める。美しさってあのアンドロイドですよね。安らぎってあれですよね。パスカルですよね。それだって憎悪こそが。僕は違う。はは、違わないさ。お前は全てを信じていないんだ。お前は全てを壊したいんだ。お前は全てに絶望しているんだ。お前は全てを手に入れたいんだ。お前は全てに愛されたいんだ。お前は 2B を三角コメしたいと思っているんだろう。嘘にまみれた現実。やめろやめろ。流れ込んでくるぞ。違うって言ってるだろ。溢れ出る欲求。僕はお前たちとは違う。本当の自分。僕はお前たちと違う。やめろやめろ。僕は関係ない。くそ、僕は僕だ。やめるんだやめるんだ。僕は助けて。嫌だ。僕を助けて。ああ、それであそこにつながるわけか。機械たちはそれぞれの宝物を大事にしていました。ある機械にとっての宝物は家族でした。ある機械にとっての宝物は兄弟でした。ある機械にとっての宝物は美しさでした。そしてある機械にとっての宝物は憎悪でした。もうびっくりした。ナインエスを捕獲ってどっか行ってしまったことを思い出しました。
このシーンは初めて見ますね。セルフハッキング、なんだ、ちょっと一旦セーブしよう。あ、出てないんか。ういほいほいほい。よいしょ。なんだ。検査推奨。記憶エリア。はいはい。はいは一度で認識可能。はーい。記憶エリア。ここはそれぞれエリアがある。あ、貫通した。探検しましょうかね。すごくまっすぐで理路整然とした回路というかあれですね、システムですね。まあ理路整然としてるかどうかは別の話ですけど、ちょっと録画を一旦切ろうかな。長くなってる気がする。